月でございました。月は夜の孤独の中でこそ美しく光る。そうです。あの方は月明かりのごとく、私たちが住むこの世にお生まれになられたのです。そなたの子は月のように光る王子となるであろう。ご貴殿よ、そなたの子スザクは太陽のように輝く王子となるであろう。私の血を引く息子たち、末永く仲睦まじく過ごすのだぞ。様、古貴殿の女房様、実は帝と子供を産んだあの桐壺が。あの女は帝に光君を次の帝とするようささやいていたのです。尊い生まれの奥崎様を差し置いて身の程知らずも甚だしい。この長道、なかなか良い陰陽師を知っております。
何が起こったというのだ、キリツノ。この笛を先祖から受け継がれし、この笛がきっとそなたを守ってくれよう。そなたはこれから光源氏と名乗ってこの国のために尽くす人になりなさい。そしてあの方は誰にも癒すことのできない孤独を紛らわすためお姿を変え、一人町にお出かけになることもございました。何をなさっているんですか。バーン、やめください。あなたともあろうお方が、私は私の好きなようです。わ、こいつだ、この女が盗んだんだ。え、いや違う、あのお前たち違うんだ、その方はな、違うんだぞ。おい、あ、あちらに隠れてください。おい、お前たち、あっちに行ったぞ。あっち、待て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 待
たち、光源氏様ならあっちに行ったぞ。あっち？行きましょう。待って。うまくいったな。行きましたな。笑い事じゃありませんよ。なぜ盗みなど宮中から追放されるかもしれませんよ。私は私の死体を追放されるならそれまでだ。何を言ってるんです。あなたこそ帝になるべきお方だ。私のようなものが朱雀君にかなうと思うか。亡きお母上が聞いたら悲しまれます。当の中将、私は月なのだ。月の光は太陽にはかなわぬ。あ、もう光源氏様。それから間もなくして私は初めてあの方にお会いしたのです。帝が開いた宴の席で。皆の者、ここにおるのが我が新しき妃、藤壺じゃ。今日はめでたい祝いの宴、どうか皆で藤壺を温かく迎えてやってくれ。どうした源氏、驚いたか。お前の亡き母切り壺によく似ておろう。どうやら私も忘れられぬらしい。お前と同じでな。皆の者、面を上げよ。帝様、ご覧に入れたいものが。なんじゃ、申してみよう。おぼろ月夜の舞でございます。将来朱雀君様の奥先にと小貴殿様は考えておいでです。何をしてさあ舞をお見せいたすのだ。お見せするのだ。
お気に召していただけましたでしょうか。うん、美しくも儚げな舞じゃな。スザクよ、おぼろ月を大切にいたすのじゃぞ。ならば帝様、もう一つお祝いの花向けよ。なんじゃ。スザク君様と光源氏様の歌比べでございます。歌比べとな。将来帝になられるお方は知性と品格が優れていなければなりませぬ。お互いに歌を詠んでそれを競うのです。なるほど、それは面白い。どうじゃ息子たち、我が草木富士壺の心を響かせてやってはくれぬか。人の上に立つ帝は気高き心を持って民の心に言葉を響かせねばならぬからな。何をしている。さあ帝のお望みだ。将来どちらが帝になるかの歌比べ、どうぞお始めください。心得を霞み隔つ住みたにも春と告げくる歌が気に入った。いや、どちらの歌が心に響いたかな。どうぞお決めください。私にはどちらの歌も心に響きました。私にどちらが優れているかなど決めることはできません。これこれこれ、富士壺、これ富士壺。まあよい、御所に上がったばかりの富士壺にはちと荷が重すぎたかな。では歌の優劣はまた次の機会という。帝様。いや大事ない、大事ない、大丈夫だ。次の機会ということにして、今日はめでたい富士壺の祝いじゃ。さあ皆で祝え祝え、さあ祝うのじゃ。
なぜ後を追うのです？なぜこの私を？惹かれてしまった。あなたを求めるこの心、どうしても抑えきれぬのです。あなたが欲しい、あなたのすべてが。奥崎様、どうか心を穏やかに。朱雀君様は必ずや帝になります。どうしてわかる？朱雀君様に光る源氏を狩りへ誘い出すよう伝えるのです。そして今度は小貴殿様。光源氏様、
お二人とも何たる腕前、これでは勝負がつきませぬ。幼い時から兄上と私はいつも同じだ。須崎様、小貴殿様がお待ちです。ではまた。あなたと須崎君様の絆は誰にも裂くことはできませぬ。ああ、日も暮れました。我々も帰るといたしましょう。何者だ？ここは私にお逃げください。わかった。覚えておけ。なぜあの者たちはこの私を。そこで何をしているのです。私は命を狙われました。それはまことに。その傷は。ただのかすり傷です。しかし心の傷から流れる血は止まりません。どうかおそばで。それはできません。私は帝の妃、帝以外の殿方を入れることはなりません。分かっております。しかし私を救えるのはあなたしかいない。
なぜ涙を流すのです。心が苦しいのです。お帰りください。もう二度とここへ来てはなりません。人よの儚い恋は消えゆく。忘れてください。どうか一人か。ならば私と来人との出会いとは不思議なもの。光源氏様はその孤独な少女に紫と名付け、面倒を見ることにしたのです。そうして私はあの夜の過ちでこう身ごもっておりました。帝はその子を若宮と名付けてくださいました。そして年月は瞬く間に流れ、若宮のお披露目の日が来たのでございます。本日の若宮様のお披露目、
誠におめでとうございます。おめでとうございます。源氏はどこだ？光源氏はどこへ行った？こちらでございます。今日は皆に申し付けることがある。私は帝としてこれまで常に民の心に寄り添い、その幸せを願ってきた。しかしながら、もはや新しい世代に受け渡す時が来たようだ。私は帝の位を朱雀に譲る。そしてこの富士壺の恩田若宮を次の皇太子とする。待て源氏、そなたはこの若宮を末永く見守るのじゃ。よいな。しかし、私は罪を背負わなくてはなりません。若宮が光源氏の子であることは生涯この胸にしまいます。頼むぞ源氏、頼んだのしか。頼んだの。本日はこれにて。光源氏様、
光源氏様、光源氏様、陛下が、お父上がご崩御あそばされました。さあ、陛下が紫の上をご所望な逆らうのか。おやめください。刀に手をかけるとは謀反だ。出会え出会え、光源氏を捕らえるのだ。何としてでも紫の上を奪い返し、あの邪魔者光源氏を殺すんだ。逃げられると思うなよ。ハハ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 
消えた。これでこの国の未来は我が手の中にあり。そしてあの方と共に雅な御所もあの穏やかな日々も すべて消え去ったのでございます。
見ねえ顔だ。見ろよこの着物、貴族だよ。贅沢な暮らししやがってよ。見ろこの刀。うわ見てこの笛。バカつけるな。おい、こいつは俺が見つけたんだ。独り占めにすんのか。当たり前だ。おい、なんでやもんかんのか。お前やめろ。我らは追い恥ではない。でも我々が奪うのは弱き者を権力者から守るためだ。お前は誰だ。私は私の砦へ運べ。松浦様。その頃都では光源氏は嵐に飲まれ溺れ死んだと、そう伝えられておりました。そして御所では朱雀帝の名を借りた古貴殿たちによる恐ろしい圧政が始まったのでございます。藤坪様、藤坪様。何事です。どうかお逃げください。逃げる。はい、古貴殿たちは若宮様を殺害しようと企んでおります。若宮こそ自分たちの権力を脅かす邪魔者だと。何を言うのです。先の帝の最後の勅命により、若宮は皇太子にと。権力を手にするためなら奴らはどんな陰謀も企てます。どうかお逃げください。しかし。誰が来ます。藤坪様。古貴殿様がお呼びです。若宮様もご一緒にお連れするようにと。わかりました。ではお待ちしております。藤坪様、どうか私を信じてここを。なぜあの女は会いに来ない。そうお怒り遊ばすな。もう少しです。もう少しでこの国はあなたの手の中に。そして私は。私は、私はあなたを手に入れる。あなたの心を。下がれ無礼者。私が産んだあの子以外、私に指図できる者はいない。私が産んだ子。
誰も買わない。活気も何もありやしね。光源氏様がいた頃とは大違いよ。光源氏様は本当に溺れ死んだのか。いや、殺されたって話だ。誰に。実はさ、あれ見て、不実王様の館車だ。どうしてあんなに急いで。まさか都を出て行かれるのでは。きっとあの中に若宮様も。なんてことだ、若宮様だけが俺たちの最後の希望だったのに。おじいちゃん怖いわ。耐えるのじゃ、時が来るまで。館車は来たか。どっちへ行った。答える。知りません。知らばっくれんね。館車には帝の命に逆らう謀反人が乗っている。かばうとお前も同罪だ。やめなさい。先の帝様が亡くなられた後、あなた方は、朝廷はわしらに何をしてくれた。先の帝様は本当に。やめてください。やめろだぞ。そうだ、やめろ。これ以上俺たちも黙ってないぞ。そうよ、大体あんたたちがこの国をめちゃくちゃにしたんだ。なんだと。やめなさい。あなたには心がないのか。ああ、あるよ。おじいちゃん、おじいちゃん、待ってやつは。行け。待て。ちょうどいいところに来たな。いいか、謀反を企てたらどうなるか、よく覚えておけ。くそ。教えてください。光源氏様は本当に死んだのですか。いや、生きている。必ず生きている。どちらへ行かれるのです。光源氏様を探し出す。源氏様、どうか私たちを救ってください。神様、どうか教えてください。あの方はどこかで生きておられるのでしょうか。神様。
したらいいのです。あの頃みんな幸せだった。あの方の微笑みがこの国に喜びをもたらした。光は沈みゆき、誰もがさまよう、流る涙止まらない、生きていてどうか。目が覚めたか。笛だ。お前は何者だ。海賊さ。この海は俺たちの海だ。朝廷が民から絞り取ったものを奪い、民に返すのさ。ならばこれはやる。その代わりあの人を返してくれ。あの人、私と一緒に流された娘だ。流れ着いたのはお前だけだ。私だけ？嘘だ。嘘をつくな。嘘だと言ってくれ。本当だ。月よ、あなたはどこまで私を苦しめれば気が済む。あの笛は、あの調べはきっと、あの方だ、あの方は生きている。やはり生きておられたんだ。探し出し、力を合わせ、変えてみせる。この国は生きている。まさか。お前は後をつけろ。俺は陰陽師に会ってくれ。なぜ心がかき乱されるのだろう。あいつと俺は生きる世界が違う。俺はただ言われるままに生きてきた女を捨てて、俺は自分を失うのか、それともあいつを失うのか。どこへ行けばいいのか。俺は神よ。私にはあなたの気持ちがよくわかります。そうかな。なりません。あなたは男です。男として育てられた海賊の王。どうか皆のため、男として生きてください。松浦様、we'll be right back.
はり生きていたが、しぶといやつめ。今度こそ必ず葬ってやる。兵を集めろ。お待ちしておりました。世話になります。母上、私たちはいつまでここにいるのですか？先のことは仏様のみがご存知です。今日は心安らかにおやすみなさい。はい。どうぞこちらへ。あの子には苦労をかけてしまった。光源氏様、あなたはどこにおられるのですか？夢かうつつか、やはり生きておられたんですね、光源氏様。パオの中将、お前の名は光源氏？何者だ？やめろ。この者たちは恩人だ。恩人？私の命を救ってくれた恩人だ。それは失礼した。よくぞ助けてくれた。礼を言う。何、当然のことをしたまでだ。実は都は今大変なことに。どういうことだ？あれから長道たちは全ての権力をつかむため若宮様を殺害しようとしました。まさか。でもご安心ください。藤壺様と若宮様は人目につかぬ山奥の天寺へ。そして紫の上は生きているのか？彼女は生きているのか？はい。よかった。しかし宮中に閉じ込められています。光源氏様、私と共に都へ参りましょう。
そして紫の上を救うのです。行きましょう、都へ。私たちもお供させてください。あなたの大切な人を救い出しましょう。そしてこの腐り切った世を共に帰るのです。そうだー、そうだー。光源氏様、時代は変わります。このままでは国が滅びます。誰もが幸せになれる日がきっと来る。よし、行くか。準備だ。
私のために拭いてください。私が我が兵を破り都へ、ご安心ください。私に良い策がございます。光源氏の酒に毒を盛るのです。帝にはあなた様からその旨を。光源氏たちの勝利の噂は瞬く間に都中に伝わりました。そしてついにその時は訪れたのでございます。帰ってきたぞー、光源氏様が、光源氏様が お帰りになられたわー。これはこれは、光源氏様、よくぞお戻りなされました。我々が来ると知りながら舞とは一体どういうつもりだ。ちょうどよかった。あなた様に帝のお言葉をお伝えしようと思っていたところでございます。これ以上兄弟が争うことは国にとっても民にとっても良いことではない。よってこれからは光源氏と共に国を治めることとする。それは誠に帝のご意志か。帝に直にお聞きしたい。それはできぬのか。できぬのならば。待て、
これはあなたの本心なのですか。兄上、本当のことを言ってください。昔のあなたはどこへ行かれたのです。私は肌身離さず持っています。兄上、どうかご本心を。陛下。兄上、私が決めた。さあ話は済んだ。乾杯だ。用意を。待て、その前に紫の上に合わせろ。紫の上は体調が優れず伏せておる。後でゆっくりお会いください。出せと言ったら出せ。少しは落ち着け。この良き日を台無しにする気か。しかし党の中将、まずは乾杯だ。この国のため、そして民の未来のために。陛下と光源氏殿が共に築くこの国の未来のために祝杯をあげます。それでは乾杯。Shut up!
紫の上、紫の上、あ、なんてことを。私が悪かった。すべて私が。光る源氏様、あとは頼む。どうか一人にさせてくれ。あ、私が愛した者は皆去っていく。幸せになることなく、ただ去っていく。誰一人幸せにできないのか、この私は。なぜ私は生まれて、なぜこの世に生きている。月よ教えてくれ、これが私の定めなのか。藤壺様、しっかりなさいませ。
これは光る賢治様のお形見です。先の帝が光る源氏に託されたという。はい、帝は光る源氏様をこよなく愛しておられました。若宮をここへ。この笛を大切にしなさい。この笛を受け取るのです。どんなに辛い時も苦しい時もお父様はあなたを見守っています。お父様が？ええ、どんな時も。母上、この笛吹いてもよろしいですか？母上の言葉をよく聞きなさい。明日からあなたがこの国の帝となるのです。母上、心配はいりません。あなたは亡きお父上のように民を思いやり、民に寄り添う、凛々しく毅然と国を治めていくのです。あなたなら必ず平和な世を築けます。さあ、私と共に都へ参りましょう。私が必ずやあなた様をお守りいたします。母上は？母上は一緒ではないのですか？私は出家の身、ここで亡きお父上のために祈ります。さあ、行くのです。お父上があなたを見守っていますよ。さあ、参りましょう、陛下。母上。陛下、もう振り返ってはなりません。しかと自らの道を全うするのです。あの方は月でございました。月は夜の孤独の中でこそ
美しく輝くものでございます。2019月明かりのごとく。それではキャストの紹介です。春日克行、佐藤隆也、亀井翔太、石井雄介、上野俊。元藤博、高田純、加藤拓也、中田理央、市川幸之助、日野由里奈、サリー、鈴木優馬、杉浦さゆり、鈴木まりな、岡田誠、本田武之、柳井光陽、大戸智美、井口義久、有木慎太郎、荒川優太、西田美和、坂巻真美子、村本奏、庄司一茶、松橋博之、海老名修太、藤次高行。さあ、それではさらに大きな拍手でお迎えください。村上佳菜子、織田信成、鈴木明子、ユリア・レプニツカヤ、ナミオカ・カスキ、Fukushi Seiji、 Nishioka Tokuma、Arakawa Shizuka、 Hirahara Ayaka、 Yuzuki Reon、そして表演2019の主演、ハブゲンジ高橋大輔。月明かりのごとく。
く終えちゃいました。3日間、6公演、短すぎる。まだまだやりたい。いやでも本当に、まあ、すごく短い時間だったんですけど、もうキャストを含めスタッフの皆さん、この表演に関わってくれた皆さんの力があってこそ成功できたんじゃないかなと思ってます。そしてこうやってたくさんこの3日間集まってくださった皆さんのおかげで、本当に最高に素敵な時間を過ごすことができました。感じました。本当にありがとうございました。でここで千秋楽ですので、演出家の宮本亞門さんに来ていただいてます。宮本亞門さん、皆さんありがとうございました。どうも。いよいよこの瞬間になってしまいました。実を言いますと、本当にこのカンパニー一丸となってて、愛情深くてお互いにみんなが支え合って、全員がアスリートで全員がチャレンジしてきてここまで来たんで、このカーテンコールでいよいよこのカンパニーが開催してしまうというのは本当にちょっとやだ、つらいよね。なんで、この、 あの出演者の裏には、100人以上を超える素晴らしいスタッフがいます。あのセンターの奥にいる、照明さん、映像さん、音響さん、あちらに拍手をしてください。そして今度は舞台の裏にいるスタッフの皆さんに拍手をしてください。そして受付全てを担当しているこの残りの全員のスタッフに、皆さんもう一回最後に大きな拍手を。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとここで記念撮影をこういう目でしたいなと思いまして、皆さんよろしいですか。やってもお願いします。じゃあ全員集まって、集まって、インスカになっちゃった、はい、これはどこでいるの。こういうの上でちょっと来た、はい、皆さん集まりましょう。集まりましょう。ちょっとお客さんの前に記念撮影、すいません、そうなんですよ。いいすか、いいですか。なんか すごいありなんですか。ありなんですか、なんすか、どうなんすかね。いいですか、行きましょう。いいですか。よし、行くか。準備だ。カメラ置いてってるよ。大丈夫。一回皆さん、はい、最後に挨拶しよう。ありがとうございました。